寮長さんに宿泊許可の書類を出してきました。宿泊許可取ったの？はい。私の部屋とカリンちゃんの部屋でこっそり泊めるつもりだったんだよ。宿泊許可を取ったらせつなちゃんがここにいるってバレちゃうんじゃないかな。そうよ、長くは泊まれないし親に連絡されるわよ。そうだったんですね。家に連絡されてしまうのは困ります。でもやはり許可は取らないとダメです。決まりですから。まったく、ほんと真面目なんだから。でもそこがせつなちゃんのいいところだよね。家出をするならもっとしたたかにならないとダメよ。すみません、家出なんて生まれて初めてだったもので。初めての家出の感想はどう？実はちょっとだけ楽しいです。冒険をしているみたいで。生まれて初めてのことをしてるっていうのに不安はないの？せつなって本当いろんな意味で度胸が座ってるわね。だって両親の目を気にしないでのびのびしていいだなんて素敵じゃないですか。まったくもう普段締め付けられている反動なのかしらね。まあまあ、その話はまた今度。ねえせつなちゃん、自分の家だと思ってくつろいでね。それではお言葉に甘えて早速お願いがあるんですがいいでしょうか。何？何でも言って。夜テレビを見てもいいですか？もちろん。何か見たい番組があるの？たくさんあります。もしかしてアニメ？はい。いいよ、せつなちゃんが好きなだけ見ようよ。はぁ、本当ですか？親の目を気にせずリアルタイムでアニメを見られるなんて最高です。ではまず19時から20時まで見たい番組があります。その後宿題を片付けたら22時から24時までノンストップですよ。この時間帯は私的に1週間の中でもゴールデンタイムだと思っていまして、お二人にもぜひ見てもらいたい作品がたくさんあるんです。待って待って、そんなにあるの？え？まだ半分も言ってませんよ。深夜になってからが本番じゃないですか。これは長い夜になりそうね。じゃあ鑑賞タイムに入る前にまずは食事と入浴を済ませちゃいましょう。